1年を締めくくるグランプリレース有馬記念。果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はヤスティンパレスか、それともスターズオンガースか。果たして先頭に行くのは。アイアンバローズが先頭に立ちました。その後ろでやりましょうか。ディープボンド、タイトルホルダーがかわしていきました。それから12番ウィン・マリリン、そしてその外にスターズオンガース、ハーパーが、その後ろ13番ダスティエーラ、これが1番人気のヤスティンパレス。横山騎手、この手応えはどうか。14番プラダリア、スルーセブンシーズが並んでいます。内を通って1番ソウルオリエンス、そしてその後ろから9番キートーンビート、内から1頭8番ライラック、シャフリヤール、そしてその後ろから5番ドーデュース、しんがりからフォーエミーズ。ばらけたレース展開であります。もう一度先頭から紹介しましょう。これが先頭、タイトルホルダーであります。そしてもう1頭7番アイアンバローズ、ディープボンド。16頭第2コーナー右にカーブを取ります。12番クリゲの馬体ウィン・マリリン、その外16番スターズ・オン・アース、そして内からはハーパー、それから13番ダスティエーラ、これが1番人気の10番ヤスティン・パレス。外を通りましてプラダリア、15番スルーセブンシーズ、ほとんど馬体が合っています。まもなく第3コーナー、それからもう1頭ソウルオリエンス、9番ヒートオンビート、内を通りましてライラック、2番シャフリヤール、それから5番ドーデュース、1番後ろにフォーエミーズ。先頭を行くタイトルホルダー、半馬身リード。さあ、これは世紀のレース、世紀の一戦だ。先頭を行くのは4番タイトルホルダー。外から何が来ているのか。ジャスティンパレスか。ジャスティンパレスも追い込んできた。このまま粘れるか。タイトルホルダードーデュース懸命に追う。頑張る頑張る。横山とタイトルホルダー、外からジャスティンパレス、ジャスティンパレスが襲いかかる。タイトルホルダーかジャスティンパレスか、ほとんど同時。いい感じだね。1着4番2着当番3着1番以上のように確定しました。いよいよ大詰めを迎えましたグランプリレース有馬記念。16頭がスタートの瞬間を待っています。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はヤスティンパレスか、それともスターズオンガースか。果たして先頭に行くのは。4番タイトルホルダー、先頭7番アイアンバローズが追いかけます。差が開いてディープボンド、そしてその外に12番ウィン・マリリン、スターズオンガースがかわしていきました。そして内からは11番ハーパー、ダスティエーラ、ほとんど馬体が合っています。それからもう1頭14番プラダリア、キートーンビート、内から1頭ソウルオリエンス、外を通りましてシャフリヤール、それからヤスティンパレス、その外からは15番スルーセブンシーズ、その後ろでやりましょうか。5番ドーデュース、外を通ってライラック、それから3番フォーエミーズ。ちょっとばらけてきました。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。タイトルホルダーが先頭です。そして外からはアイアンバローズ、ちょっと離れて6番ディープボンドであります。16頭第2コーナー右にカーブを取ります。その外に16番スターズオンガース、そしてその後ろからウィン・マリリン、そのうちに11番ハーパー、ダスティエーラが並んでいっています。14番プラダリア、それからキートーンビート、そしてそのうちに1番ソウルオリエンス、シャフリヤールがその後ろ、そしていたいたヤスティンパレスと横山であります。その外スルーセブンシーズ、内を通ってドーデュース、外から1頭8番ライラック、フォーエミーズ、これがしんがりであります。先頭は依然としてタイトルホルダー。さあ、これは世紀のレース、世紀の一戦だ。ジャスティンパレス、直線の伸び足はどうか。先頭意地を見せるか。タイトルホルダー、ここからどう伸びるか。スターズオンガース、ムチが飛んだ。ルメールとスターズオンガース、このまま粘れるか。タイトルホルダー、スルーセブンシーズが差を詰めてきた。大外から強襲、スルーセブンシーズ頑張る頑張る。横山とタイトルホルダー、スターズオンガース、スターズオンガースが一着、あとは写真です。
着16番、2着15番、3着4番以上のように確定しました。1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はヤスティンパレスか、それともスターズオンアースか。先行グループからまず見てまいりましょう。アイアンバローズがかわしていきました。タイトルホルダー、それからディープボンド、ダスティエーラがその後ろ、内から1頭、11番ハーパー、ウィン・マリリン、スターズ・オン・アース、そしてその後ろから10番ヤスティン・パレス、内を通ってソウル・オリエンス、それからもう1頭14番プラダリア、15番スルー・セブン・シーズ、シャフリアール、ほとんど馬体が合っています。そしてその外にドーデュース、それからライラック、その内からはキート・オン・ビート、しんがりからフォー・エミーズ。もう一度先頭に戻りましょう。依然先頭アイアン・バローズ、この辺りちょっと離れている4番タイトルホルダー、そしてその後ろから13番ダスティエーラ、そのうちにディープボンド、外を通ってハーパー、12番クリゲの馬体ウィン・マリリン、16頭第2コーナー右にカーブを取ります。それから16番スターズ・オン・アース、1番人気の10番ヤスティン・パレス、横山騎手、どの辺りで動くんでしょうか。そのうち1番ソウル・オリエンス、それからもう1頭プラダリア、スルーセブンシーズ、シャフリアールが並んでいっています。そして外からはドーデュース、それからもう1頭8番ライラック、内を通りましてヒートオンビート、その後ろでやりましょうか、フォーエミーズ。これが先頭アイアンバローズ、ちょっと離されまして4番タイトルホルダー、そしてその後ろから13番ダスティエーラ。さあ、これは世紀のレース、世紀の一戦だ。1番内アイアンバローズが頑張っている。外からはタイトルホルダー、2番手にタイトルホルダー、アイアンバローズが抜け出した。黒い帽子タイトルホルダー先頭だ。ダスティエーラ懸命に追った。ソウルオリエンスが2番手、ソウルオリエンス先頭に立った。1着ソウルオリエンス。有馬記念勝ったのは1番ソウルオリエンスだ。いい感じだね。1着1番、2着8番、3着16番以上のように確定しました。